Master Japanese and watch anime without subtitles. Sign up for your Japanese online lessons today. Mata ne! みなさん、こんにちは。さやです。前の動画では、ひらがな、カタカナ、漢字について紹介しましたね。まだ見ていない人は、この動画の説明欄にリンクを貼っていますから、ぜひ見てください。今日は、どうやって漢字からカタカナやひらがなが生まれたか紹介していきます。そもそも、漢字はいつ日本にやってきたのでしょうか。漢字が日本にやってきたのは、1世紀頃と言われています。しかし、実際に日本で漢字が使われるようになったのは、4世紀から5世紀になってからと言われています。では、カタカナやひらがなはいつ生まれたのでしょうか。これを説明するためには、まず、万葉仮名という文字について説明しなければなりません。漢字が伝わったばかりの日本には、日本語の音を表すための文字がありませんでした。私たちは話すだけで文字を書くことはしなかったからです。そこで日本語の音、つまり私たちの声に漢字を当てはめたものが万葉仮名です。例えば日本語のあという音にあという漢字やあという漢字を当てはめたり、ありがとうと文字で書きたいので漢字でありがとうと書いたりしました。ここからはカタカナとひらがなの歴史を詳しくお話ししていきます。そもそもカタカナとひらがなはいつ誰が作ったのでしょうか。カタカナの方が先に生まれたと言われていますが、どちらも794年の初め頃にはすでに生まれていたと言われています。しかしカタカナもひらがなも誰が作ったのかはよく分かっていません。ではカタカナは何のために生まれたのでしょうか。先ほど万葉仮名の説明をしましたね。カタカナは万葉仮名の一部を抜き出したものと言われています。カタカナは仏教のお経をメモするために生まれました。お坊さんたちが読んでいたお経はすべて漢字で書かれていたので、お坊さんたちは難しい漢字の読み方をメモするために万葉仮名を使っていました。しかし難しい漢字で読み方をメモするのはとっても大変だったため、お坊さんたちは万葉仮名の一部、つまり漢字の一部分だけで読み方をメモするようになりました。これがカタカナの始まりと言われています。次にひらがなの歴史です。ひらがなはいつ何のために生まれたのでしょうか。さっき説明した万葉仮名は一つの音に対してたくさんの漢字を当てはめることができましたし、書くのもとっても大変でした。そこで生まれたのがひらがなです。ひらがなは万葉仮名を崩して書いた文字です。つまり漢字を簡単にしたものがひらがなです。ではひらがなは誰が使うのでしょうか。ひらがなが生まれたばかりの頃、ひらがなを使っていたのは主に貴族の女性たちでした。漢字は男性が使うものとされていたので、ひらがなは主にプライベートな場面、もしくは女性たちが使うものと
とされていました。しかし女性たちがひらがなを使ったおかげでたくさんの素晴らしい文学作品が生まれました。有名な例として清少納言という人が書いた枕草子や紫式部という人が書いた源氏物語という物語があります。どちらもとっても面白いので皆さんもぜひ読んでみてくださいね。今日の動画はいかがでしたか？カタカナやひらがなの歴史を知ると日本語の勉強がもっと楽しくなるかもしれませんね。明治アカデミーでは現在オンラインレッスンを行っています。皆さんも私と一緒に日本語を勉強しませんか？興味がある人はホームページをチェックしてください。それから今日の動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。